10年ぶりぐらいかも。太いっすね。自己記録狙えるんじゃない。お、マジ？あ、でかい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 。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが笹岡さんです。平岡。あ、平岡さんか。笹岡じゃないよ。来た。あれ、え、100勝100セーブしたのが平岡。笹岡。あ、笹岡か。すごいピッチャー。え、広島で活躍してたのが平岡。笹岡。あ、笹岡さんか。監督をやってたのが平岡。笹岡。あ、笹岡さんか。全部笹岡。そうか、全部やってないのが平岡。俺は何も成し遂げてないよ。そんなことないっす。いっぱいありますよ。ないです。いや、そんなことはいっぱいあります。何ですか。何もないか、俺。平岡さん。はい。うん。うわぁ、拳が出た。ああ、やめて。うわあ、うわあ、うわあ。もうギャグじゃないよ。一緒に先生作ってギャグじゃないよ。今回ね、平岡さんと一緒に、はい、やっていく作業、はい、これはね、やっぱりもう原点でもあるかもしれないです、平岡さんにとって。俺の原点。うん。ごめんなさい、言っといてあんましっくりきてなかったんですけど。はい。何？すいません、なんか。もてあそぶなよ、俺は。いや、でも、平岡さんと始まった、はい、言ったら物語というか、っていう部分もある、待望の瞬間の作業でございます。はい。はい。わかりますか？わかりました。お、僕の夏休みをプレイしてみたー！そんなわけあるかい！さて。そんなわけあるかい！よ、横は。そんなわけあるかい！いや、カメラ1台だけ。そんなわけあるかい！いや、引っ込む。逆。俺ら最強っすね。最強じゃなくて。ちょっとまあ確かにね、夏休みシーズンにはなってきましたけど、はい、違います、はい、今回、はい、大型のクワガタたちが浮かしてきました。おお、なるほど、はい、平岡さんと、僕といえば、そうですね、はい、せーので言いましょうか。はい、はい、せーの。30代のブリーダー。青青、30代でもあるけど、ぴったりあったね。どこがだよ。おい、マジにどう託したんですか、今。なんか無理ですよ、さすがに。ごめん。あ、ごめんなさい、うん、僕がふざけちゃいました。ふざけんなよ、はい、せーので言いましょう。はい、せーの。神奈川のブリーダー。そうですよ、はい、大型の、特に平田クワガタ。そうですね、特にまあスマトラオヒラタ、スマトラオですね、はい、の、クロブスター血統と漆黒のトラ血統という、いいね、まあ太さに出る太さがのバランスがすごくいいクロブスター血統と、はい、まあ一応体調に出やすい漆黒のトラ血統、うん、この2種類を、うん、まあもう何年前、3年ぐらい前になるんですか、ね、もうそんななるか、もしかしたらそんぐらいかもしれないですね。ね、確かにそうだよね、うん、そうの時に、いただいて、はい、そこから類大続いてるんですけど、いや、あれからね、いろいろ素晴らしいものをいっぱい見れてるからね、はい、いや、そうですね、本当にこの家を借りた一つの理由として大型の平田クワガタを、うん、思う存分やりたいっていうのがあったんで、はいはいはい、うん、その、まあその中の、まあ一個、うん、そのすごいありがたい、その新しいスマトラの地を、はい、この家に、入れてくれたのが神奈川のブリーダーの方で、そうですよ、はい、本当にその、スマトラの平田たちも、うん、まただから、そのいただいたところからで言うと、孫の代の子がもうそうなるか、羽化してきてるんで、いや、はい、いいね、そこも掘り返していきつつ、他の大型系のクワガタもおそらくいるんで、はい、まあ無事なのを祈って掘り返していきたいなというところになります、うん、楽しみやね、楽しみですね、はい、なんでその、まあ今日の主役たち出しましょう。はい、こちらです。はい、はい、こちらです。逆、逆を行く、逆を行く、逆を行き続けるな、それが、それが、それが、一周しちゃってー。オッケー。いや、お前どこだよ。やめてください、膝燃えるわ。摩擦でね。うん。何今の。あ、高評価ありがとうございます。ないです。いや、ないですわ、やめてくださいよ。ここは。すいません、高評価勝手になるんで嬉しいです。ありがとうございます。ごめんなさい、これか。はい。はい、こちら。こちら。今回5匹。5匹。はい。掘り出していこうと思うんですけども。うん、まあここが羽化してきてて、はい、結構もう僕のチャンネルではおなじみになってる2300の、はい、
2300cc の禁止瓶。禁止瓶、はい、これが一応 F0 と G0 って感じの禁止瓶ですね。種類が違うね。はい、DDA の禁止瓶です。はい、はい、DDA という、用品とか生態を取り扱ってるお店の禁止瓶で、F0 の方がちょっと安い。ちょっと安い、はい、で G0 の方がちょっと値段は F0 より上がるんですけど、はい、G0 の方が成長スピード早いですね。なるほどね、うん、で F0 は結構じっくりめに、うんうんうん、育つイメージで。なるほど、僕の印象で言うと F0 の方が劣化スピードはゆっくりです。おお、なるほどね、うん、っていうところがあるかな。ただ成長スピードもゆっくりなんで、はいはいはい、幼虫期間ちょっと長くなる傾向があるって感じです。なるほど、はい、そういうのをちょっと使い分けていると、うん、そうですね。まあとりあえず、はい、うん、でまあ他にもまあいろいろ言いたいことあるんですけど、それ言い出したらもう切りないんで。切りないらしいです。そう、まあおそらく、ま、禁止交換、マット交換、うん、禁止交換みたいな再生リストで、これで交換してるやつとか、はいはい、動画あるんで、それ、まあ、過去動画も見てください。ぜひぜひ。はい、でこの5匹を、まあ、2300の禁止瓶に入れてるんですけど、うん、はい、去年とか3200のこれの高さがさらにあるバージョン。確かにそんな感じだったよね。はい、だったんですけど、うん、それよりも2300で、うん、禁止瓶交換ちょっと今までよりも早めに交換した方がいいんじゃないかという理由で2300に移行して、ようやく800から2300、2300みたいな感じでの3本で初めて浮かしてきた子たちになるかな、多分。じゃあどういう感じになるのかも、そうですね、楽しみなところ。そうですね、そこの部分、うん、3200でやってた時と今回でどう変わってくるかというところ。まあやっぱ3200より単純に値段のなんかコストも削減できたりもするんで、単純に言ったら、だからそういった部分でもで2300にしたっていう、まあいろいろ理由はあるんですけど、うん、この5匹、まあ、サイズがどうなってくるかちょっと気になるね。掘り返していきましょうか。はい、いきましょう。はい、じゃあ早速掘り返すにあたって必要なものこちらです。はい、はい、はい、こちらです。ちゃんと追いかけくー。危ねえ、ちゃんと出てたって。危ねえ、逆ファンの方の激励震えるとこでした。大丈夫、いないですか。あ、ごめんなさい、こちらね、はい、はい、掘り返す用のスプーンと測る用のノギスで、はい、はい、これで、まあ、掘り返して生態、うん、無事なの確認したら測るって感じで、はい、まあ、サイズもね一応ありますからね、うん、気になりますか、いきましょうか、ね、まあ、種類、ちょっと確認すると、うん、種類で言うと2種類だ。2種類、はい、うん、2種類ですね。なるほど、あれとあれね。あ、言ってみてもらってもいいですか。いいですか。はい、まあ、もちろん、うん、スマートラ、はい、ともう1種類、はい、パラワンです。おー、ボケなかった。ここは、うん、正解、いきます。素晴らしい。知識キャラもちゃんと出したいから、うん、あ、いやいや、あんまキャラって言うとあれですけど、まあ、全部本当はね、はいはい、あのカンペで出てるんですけど。いや、出てないわ、うん、まあ確かに後ろにね、実はスタッフ16人いや、そんな大規模でやってないわ、はい、誰か注意しろよ、客の下りとか、パラワンとスマトラ、やっぱ大型ヒラタという。そうですね、うん、まあ他にもいろいろ言い橋するんですけど、やっぱこの二大巨頭、うん、スマトラとパラワンっていうのはもう本当に僕が小さい頃から、ずっと人気のクワガタになるんで、うん、ええ、まあ、パラワンに至っては世界最大のヒラタクワガタですから、うん、すごいよね。そうですね、スマトラが4匹、スマトラ4、パラワンが1匹って感じなんで、ちょっと悩むんですけど、はい、パラワンをラストにさせてもらいます。今回の鳥はパラワンです。緊張してるでしょ。ちょっと4番にさせてもらいます。4番、はい、5番なんやけどな。まあまあ一応順番で言うとね、5番なんですけど、はい、確かにエースにさせてもらいます、はい、今回の、はい、お前にかかってるぞ。うわー、こいつがパラワンでした。真ん中です、はい、スマトラ4匹もね、でも迫力ある子いると思うんで、いいね、でまたその血統と血統じゃないみたいな違いも出てくると思うんですけど。あ、確かにね、はい、そこの楽しみ。そうですね、じゃあ早速行きましょうか。いや、行きましょう、うん、ちょっと体重とかの部分もあるんですけど、はい、とりあえずこの子一発目にします。お、一発目、これね、トップバッター飾るのが、はい、スマトラオヒラタの、はい、野外個体からの子です。おお、はい、はい、だからもう完全無血統。なるほどね、はい、だからインドネシアから、うん、こっちに来て、はいはいはい、で僕が迎え入れることになって、はい、そこから生まれた幼虫という。なるほどね、これがだからまあ無血統で、はい、だから血統の子、だからさっき言ったクロブスター、うん、漆黒の虎、はい、あたりとまた違いも出てくるのかなと思って、うん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 、で僕もね相当久しぶりなんで野外個体からのスマトラっていうのは。おお、やっぱ珍しいんやね。そうですね、まあでもやっぱりずっと類代してると血が濃くなったりとか、はい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 、そういうのが出てきたりとかもあるんで。なるほどね、そういった部分で、まあ、兄弟同士掛け合わせるとなおさら、うん、そういった部分で野外個体の、子を飼育しとくっていうのは結構大事だったりはするんですけど。なるほど、ちょっと血のね、はい、入れ替えという血の入れ替えとかがあって、うん、ですけど、まあ、
もうほんとこっち来てだから10年ぶりぐらいかもしれないですね。おすごい。長い個体の子っていうのを類代してるのは。でどんな感じか確かに一発目に持ってこいかもね。そうですね、すごいもう持ってこいのやつで、ええ、でしかも DDA のこの禁止瓶、僕がずっと使ってる禁止瓶でやるっていうのも初めてなんで、はいはいはい、うん、結果楽しみなところではありますが、はい、はい、この子は2022年の12月に割り出した子、はい、だからまあ11月10月ぐらいに孵化してんのかなって感じです。なるほど、うん、だからちょっと早めですね。なるほどね、うん、今が7月なんで、はい、まあ、9ヶ月ぐらい。ああ、じゃあ早いやそれは。そうですね、基本1年前後って感じです。おお、なんかまあちょっと早めって感じ。気持ち早めな、はい、まあ、ただ G0 はやっぱスピード早くなるんで、早めに羽化してくれるんで、はいはいはい、そういった影響もあるかもしれないですけど、あとまあ野外個体っていうのは菌種があんまり合ってないとかね。あ、今までの植生と全然違くなるんで。全然あるもんな、はい、そういった部分もあるかもしれないですけど、はい、この子はこの菌種瓶、はい、2本で、うん、2本目で羽化まで行きました。おー、2本で、うん、基本は日本のイントネーション日本のこれだから2本目で羽化まで行って基本3本目まで行くんですけど、はい、そういった部分があるかもしれないです。なるほど、はい、でこれが 45g ですね。45、これはどうなんですか、うん、グラムとしては。これはね、やっぱ僕んちの子たちで考えるとだいぶ低いですね。低い、うん、体重でいうと軽い方って感じで、なんかここでどんぐらい上がってるか分かんないって感じです。なるほどなるほどね、はい、こっからまた上がる可能性もあるからね、うん、そうですね。やっぱ基本のイメージで言うとこの2本目の体重の時に僕んちの子たちは 50g 超えてきてるって感じで、で3本目で、60乗ってくれてるみたいな感じなんですけど、はい、だからこの子はどれぐらいまで上がってるかっていうところですね、うんうんうん、で、まあ、そんなに食べてる感じはなさそうではあるんですけど、意外とこれ真ん中とかいい感じで食ってる可能性はあるんで、はいはい、うん、まあサイズで言うとねちょっと未知数なんですけど、うん、まあ90ちょいあってくれたら、90ミリ超えてたら十分かなって感じかな、はい、ですね。ちなみにこれサイズは書いてないですけど70ミリアップって感じでした。あ、もともとはね、はい、70ミリから74ミリの子って感じです、はい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 、ということでいきましょう。ちなみに今のところのスマトラの最大の最大サイズは、最大、僕んちの自己記録で言うと、はい、101.6ミリ、101.6 かな、はい、まあ、101ミリ中、まあ、ぐらいって感じです。それがまあ一応最大ね、はい、そこをまあ目安として。そうですね、うん、さあ行きましょう、まあ、90、野外個体一発目で90超えてくれたら十分なのかなとは思ってるんですけど、はい、やっぱスマトラ大平田って僕が小さい頃で言うと、うん、もう圧倒的にパラワンの方が人気だったんですよ。ああ、そうなんよ。サイズ的にも圧倒的に大きいしだったんですけど、スマトラはやっぱその僕が飼育をしてない期間というか、うん、あんまりしてない期間の時に、うん、その飼育してた時の個体変異というか、はあ、こう横に太くなったり大きくな、さらに大きくなったりとかの個体の変異の、まあ、サイズアップのなんか変動が激しくて、うん、大きくなってスマトラってめっちゃかっこいいじゃんみたいになって人気が一気に上がって、そうなんや、パラワンと肩並べたらしいんですけど、今ではね、ほんと二大巨頭。いや、ほんとに二大巨頭ですね、はい、なんで、そう言ってる間に出てきた、出てきました、はい、お、見えた見えた、見えたらしいです。さあ、ちょっと出しましょうか。どうでしょうか。どうだろう、どんぐらいあるかな。いきます。はいはい、おお、来ました。あ、あ、でも、なるほど、はい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 、こんな感じですね、うん、これぞ、まあ、一発目、野外個体から一発目では十分立派かな、はい、そうですね、はい、だから僕の普段チャンネルを見てる方とかスマトラとかを飼育されてる方、うん、大きい子から見たら結構可愛らしく見えるかもしれない。そうですね、うん、だからこれが言ったらなんだろうな、スマトラのイメージではありますかね、僕の。これぞ、はい、小さい頃とかの図鑑とかで見るような子はこんな感じなのかな。そうですね、まあ野生か野生に近いというか、うん、って感覚かな。これぐらいのイメージです、はい、はいはい、はい、まあそれでもやっぱ日本の平田に比べたら十分大きいです。でかいよね。でかっこいいしね。かっこいいですね。うん。いや、なんかまあちょっと野生味がまだ残るスマトラですね。はい、いや、これなんかいいですね、うん。比較として。一発目で持ってこいやしね。うん、さあサイズ測ってみましょう。はい、おとなしいな。おとなしいですね。まあ羽化して間もないんで、顎先からお尻の羽先で測ります。はい、さあどうでしょう。お、測りやすい。はい、来ました、来ました。結果 88.7。 88.7、はい、いやー、やっぱりちょっと小ぶり。90はいかなかったです、はい、90いってほしかったけど、うん、
まあ、そううまくはいかないですね。なんかこれより2センチぐらい大きいのがいるわけよ、ね、いや、そうっすよ。すごいっすよ。そう考えたらやばいね。そう考えたらやばいっすね、マジで。2センチ違うわけだからな。88。はい、うん、でもまあこれだ、90ミリとかでもやっぱスマトラって僕の中ではでかい印象だったね、当時。そのこっちでまた飼育始めたての時、はいはい、そこから考えたらやっぱこれがちょっとちっちゃく見えるか、ちょっと物足りなく感じるのはやっぱすごいですね。日本にいたらだってこれでかいもんな。いや、怪物ですよ、こんなの。それがでももう物足りなく感じるぐらい、感じるぐらいをやっぱ成長してるというか、すごい飼育下で、いやでも綺麗に浮かしてきてくれました。健康そうで良かったです、うん、良かったです。これをちょっと覚えててほしい、ぜひ。そうね、うん。さあ、そして、はい、2匹目2匹目いきましょうか。次が、これが漆黒の虎、出ました、のオス、オスと、メスがオリジナルの子って感じになるんで、はい、漆黒の虎血統って感じじゃなくて漆黒の虎系統みたいな感じですね。漆黒の虎系の血が入ってる子って感じですね。なるほど、はい。で、この子はね、ちょっと体重の伸び悩みがあった子で、はい、最終体重は 51g ですね。はいはいはい、だからもっとやっぱ60超えてくるって感じじゃない、最後の禁止便で、うん、だからちょっと小ぶりかもしれないですけど、はい、まあそこでさっきの子とどう違うかみたいな、そうですね、とこをちょっと見てもらえたら嬉しいです、はい。ちなみにこれ2022年の9月割り出しですね。はい、まあ1年、うん、1年ぐらいかな、はい、ですね。まあ、7月6月ぐらいに孵化してるって感じだと思うんで、はい、まあ、1年、うん、前後って感じです、はい。まあ、これ F0 でやった子ですね、はい。確かに F0 と、まあ、これだけで検証とかにはなんないんであれですけど、まあね、F0 と G0 の違いみたいなのも感じてもらえたら嬉しいですね、うん。 F0 でやるとやっぱ1年から1年2、3ヶ月ぐらいで羽化するイメージです、僕の印象は。でも全然でも違うよね。そうですね、ちょっとやっぱその幼虫期間が長いイメージはあるかな。だから結局その分禁止便を G0 だったら例えば2本から3本で行けたところが、はい、F0 だと3本から4本になるみたいなパターンもあるんで、1本の値段は安いけどそのトータルで見たら意外と F0 の方がかかるみたいなこともあったりはしますね。なるほどね、うん、まあ、状況次第ですけど、はい、お、来たぞ。来たか。もうあんま見ないで出したいよな、せっかく。そうですね、ちょっと映さないように。はい、俺もあんま見ないように、そうね。今目閉じてこれやれてますから、はい、あー見えちゃった。あー見えちゃいました。石になるの。はい、いえ、メデューサじゃないです。違う、はい、スマトラメデューサ大平田じゃないんで。そう、相当やばそう。レアリティ行きましょう、行きましょう。さあ、漆黒の虎系統の子こちらです。はい、はい、お、どうだ。あ、でも思ったより変わんなかったな。さっきの子よりでもちょっとでかいかな。でもやっぱでかさはありますね。 94.5 でしたね。おー、出た平岡メーター。平岡メーター、最近ね、平岡メーターが発揮されてて、うん、大体わかる。下手したらね、時系列的にこっちの方が先になるかもしれないです。可能性としてはね、はい、だから平岡メーターがもう生まれてる状態なんですけど、はい、今後平岡メーターが生まれる瞬間があると思うんで。そうですね、はい、ぜひぜひぜひ、はい、あの未来動画も楽しみにしててください、うん、ありますからね、はい。やっぱちょっと成長が、その伸びがあんまり良くなかった子なんで、ええ、うん、そんな変わらなかったですけど、まあそうですね、うん、でもやっぱ多少は大きいかな、さっき。そうですね、まあ体重分って感じかもな、うん、顎の違いとかも そうね、そんなないかな、そんなに出てないね、うん。さあ、サイズはどうでしょうか。 94.5 でしたね、はい。さあ、いきます。あ、でもすごい、あんまないかも、逆にレアかもな。逆にレアかもです、はい、結果、はい、89.4。 あー、89.4 です、はい、5ミリ。平子さんバッチリじゃないですか。うん、5ミリずれてるやばい。確かに首になっちゃう。建築士とかだったら最悪ですよ。これやばいよね、はい、終わりですよ。やり直しになっちゃうから、はい、立てれなくなるから家、ああまずいけど。さあ、89、89ミリですね。さっきのよりちょっと大きいぐらいの。ちょっと大きいぐらいです。だからそこで言うと逆に同じぐらいのサイズ感だから、うん、ちょっと違い感じれるんじゃないかな。そうね、うん、厚みとかちょっと違うのかな。おー、でもあー、でも変わんないな、あんまり出なかったかな。そうよね、そんなには。まあやっぱり全部が全部ってわけじゃない。まあまあそうですね、うん、まあ、そんな顎が太くなる子っていうわけでもないんで。はいはいはい、違いが出なかったです。そうですね、はい、今回は、はい、まあ、そういう時もありますね。まあそうですね、はい、まあでもここでうわっ、やっぱ血統のこと、野外個体のこの違いみたいな、うん、出て
こうそういうなんか飼育下とかで育ったことの違いが変化があるって面白いなって思われたかったんですけど、うん、そういう流れで行くつもりだったもんね。はい、ちょっと動揺してますまあまだあと2匹いますからね、うん、そうですね。だからこの子はちょっと体重の乗り悪かったんで、まあ、今後多分そういう比較できると思いますんで、はい、ただこっからまた変わります。こっから違いますよ、はい、次行きましょう。行きましょう。次、はい、これがね、今回ね、トータルで言うとスマトラそんなに体重の乗りは良くはない子かな、はいはい、って感じです、うん、ただまあ無事に羽化はしてくれてそうなんで、うん、そこでまあ十分なんですけど、こちらがクロブスターケット。出ました、クロブスター。はい、クロブスターの子、アグロ系のね、はい、顎が太くてお尻がキュッと締まってて、はいはいはい、全体的なバランスがすごい逆三角形の感じが、はい、あって、そうだね、そうですね、いわゆるめちゃくちゃ顎太すぎるなみたいな、太いなっていう子はどんぐらいだろうな、比率で言うと僕の印象で言うと4匹に1匹ぐらい、なるほど、割合の印象ですかね。あ、まあ、やっぱ体重が乗ってくれてる子の方がやっぱ顎に行きやすい、行きやすいイメージはあるんで、あ、まあ、体重乗った方がいいかなとは思うんですけど、はいはい、この子は、56g です。56、はい、でこれ F0 でやったんですけど、2022年の8月頃孵化、はい、だからまあ1年弱ですね。1年弱、はい、で 56g になります、はいはい、比較的ではまあその中では軽めな、まあそうですね、感じですか、はい、まあ平均ぐらいかもしれない、平均ぐらいかもしれない、平均かまあちょっと低いぐらいって感じです。で56、3本目までいきました、はい、はい、でこれ禁止瓶1本2000円ぐらいしますからね。すごいね。だから羽化まで行くまでに、まあ、5000円弱かかるっていう。いや大変やね。そう考えたらやっぱすごいですよね。すごい、うん、さあこれが56のスマトラクロブスター、どうでしょうか。どう出るか。お、来ました。行きます。黒か、どうだ、出るか。出なかった。出ないのか。でもかっこいいわ、ちょっとかっこいいぞ。なんで自分で見てる。ごめんなさい、こいつサムネ用に自分だけで楽しんじゃう。さあ、行きます。行きましょう。出るか。はい、はい、行きました。出ました。お、あ、痛い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 って言ってます実況痛いって。お、でも、はい、あ、でもやっぱ立派、立派ですね、はい、小ぶりだけど立派ですね。立派で、うん、やっぱ顎もね若干、まあそうですね、うん、ただまあこれはクロブスターの、いわゆるクロブスターの顎って感じにはならなかったです。もっとガスーっていったもんね、うん、そうですね、まあだからサイズなりの顎の感じって感じかな。はい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 。さあサイズどうでしょう。でもやっぱさっきまでの程よりかはでかいですね。そうだね、うん、96.8 かな、はい、93.2 ですね、はい、まあでも 3mm になりましたから、うん、ちょっと誤差は、はい、完璧です。完璧じゃない、あば93mm、はい、ちょっと小ぶりにはなりましたけど、はいはいはい、はい、でも綺麗に羽化してきてくれました。いや確かに、ね、はい、見てほしいね、過去動画などもね。あ、そうですね、やっぱあるんで驚異的な子が現れてるんで、これがね、まあ、あとまあ言ったらこの子たちは初陣の子たちになるんで、はいはいはい、やっぱちょっと初陣よりかは後半の子の方が大きくなる傾向あるんで、これからの動画でじゃあ上がるってことね。そうですね、うん、まあでも 93.2 だいぶ小ぶりめではあったけど、はい、うん、綺麗に浮かしてきました。あー、でも立派でね、はい、いや元気そうで。そうですね、だからこの子と、だからこのこれが野生個体から浮かしてきた子、はいはい、サイズ感がちょっとサイズが違うっていうのはあるけど、うん、いや、やっぱでもね、うん、顎の迫力も感じるけど、ね、まあまあそうですね、顎やっぱちょっとやっぱ、うん、気持ち顎は太くなってるかな。そうね、うん、厚みもあるし、うん、そうね、うん、やっぱちょっとでかい、やっぱでかい気はするかな、うんうん、ここでこれでもちょっと感じれるかもしれないです。もっとすごいんでね。まあそうですね、はい、言わずもがな、もう言わなくても分かるぐらいだぐらい。そうだから、まあちょっと小ぶりめな子ではありましたけど、はい、元気で何よりでございます。いや、よかったです。さあ、そして4匹目、はい、これもクロブスター。クロブスターこれは 58g、58、うん、で、これも F0 か。おお、 F0 が、あ、なんかこれ、この子だけ G0 ですね。おお、それ以外は今のところ F0 で。そうですね、はい、はい、これが、最終が 58g、 58g、うん、で、60乗ってくると、うん、まあ90後半とかになってくるんで、うん、そこどうなってくるかですね。そうね、58なんで、まあ、90中盤ぐらいはなってくれてたら嬉しいんですけど。そうですね、ま
まあ、ここでもう伸びてる可能性もあるからな、うん、そうですね。でこれが8月頃負荷ですね、はい、まあ1年弱、F0 はやっぱそんぐらいはかかるかな、うん、で G0 はやっぱ8ヶ月ぐらいからなり出すイメージはありますね。2本目で羽化まで行く子もいます。なるほどね、はい、でも F0 にしてはちょっと早い方かもしれない、この子たちは。やっぱだからそれそう早めな一陣目ってことですね、この子。そうですね、ちょっと早期羽化寄りの子って感じです、うん、はい、来ました。さあ行きます。来ましたよ。はい、行きますよ。さあどうでしょう。いでよ、このジャムの子。はい、はい、出ました。おー、ごつい。かっこいいね。あー、ごついわ。うん、ごついね。このね、やっぱね、顎ががっちりしてる子って、この、うん、ここの突起、先端の突起が内側にこう入り込むというか、はい、そうね、これがやっぱかっこいいですね。そう、行くとやっぱ強そうな感じ出んねんな、うん、一気に。でもやっぱ太いわ。そうやね。いや、いいね、うん、サイズはどうでしょう。わ、強そう。あ、強そうや。うん、やっぱでもでかいわ、こいつは顎。こいつはでかいですね、顎が。結構、顎でかいよね。うん、わ、強そう。強そうだな、ちょっとレスラータイプ。サイズ一気にやっぱでかく感じるしな。確かにサイズは90、こう中盤ぐらいあるかな。ね、6.8 あったか。お、出た、平岡メーター。 6.8 でしたね。こいつ太いな、サイズの割に。顎太いよね。うん、さあ、どうでしょう。はい、はい、来ました。 94.6 94.6、うん、90中盤前後弱って感じか、はい、いやでもすごい、はい、かっこいい。だから2mm、あと 2mm です。ちょっとずつ近づいてきてる、ね、だいぶ、はい、5から始まり、3、2だから本数的には足りないです、ね、足りないな、はい、今日はぴったりいきませんはい、わからないです。 94.6でも顎は太いですね、この子は。いや、そうね、顎だいぶ、うん、なんかさ、ちょっとこっち、さっきの子と1ミリ差なんですけど、うん、こう見たら伝わるかな。そう、ああ、でも分かる分かる、分かります。あ、これ分かりますね。明らかに違いますよね。あ、やっぱ、だからそのサイズ感の割に顎が太い子、はいはい、はい、やっぱっていうのが何匹かに1匹現れるって感じなんで。でかいね、やっぱ、うん、あ、太いわ。太いっすね、これ。太いよ、うん、こいつごついっすね。ごついです。ごめんなさい、今動画外で平岡さんが鼻水噛んでたんですけど、はい、それで全部前何言ってたか忘れちゃいました。太いなーっていう。一番最初に見た映画、ミュウツーの逆襲だっていう話でしたっけ。いや、じゃないよ。違うか。違います、全然違うか。さあ、あ、でも太いっすね。あ、でもやっぱ太いっすわ。測ってるわ。はい、やっぱ90中盤の子で 13.1、ええ、あ、13いってるやん。うん、やっぱ13いくと顎太いって感じなんですけど、このサイズ感で13いく子ってあんまりいなかったんで。珍しいね、やっぱり。やっぱ太いっすね、太いね、うん、この子は。あ、強いわ。あ、強いわ。うん、ごつい、うん、強そうっすね。強い強い。一応記録しとこうかな。 13.1、ごついわ。いよ、うん、でクロムスターはやっぱ顎の太さだけとかじゃなくて、うん、頭と胸が逆にちょっとそんなに顎の割に太くならない、広くならないというか、はい、そうですね、うん、広いと広いでかっこいいんですけど、うん、ここがちょっとちっちゃいからこそこう顎が際立つ、そういうタイプが多い、ね、そういうタイプが多いです、うん、でお尻がキュッと締まってて、そうですね、この形、今いわゆるクロブスター系の本当体型してる、ね、そうですね、これぞって感じの、うん、で、これがね、また100ミリ近くなってくると迫力やばい、迫力も出るんでね。あ、そう、それもまたちょっと見てほしいですね。いや、ね、動画とかいるんでぜひ見てください、ね、やばいのいますから。で、こっち、こっちもクロブスターなんですけど、はいはい、この子の顎が多分12だよな。あ、出た、平岡メーター多分 12.1 だから1ミリぐらい違うか、はい、そうですね、12.0。 あ、うん、だから1ミリ以上違う。おお、すごいね。だいぶ変わりますね。おお、やっぱここでも平岡メーター出してきましたね。どこでも行けっから。珍しいですね、うん、平岡メーター。イチロー以来じゃないですか。1メーターね、あれ。はい、1メーター、平メーターヒットの数だけ徐々に下がっていってね。あ、上がっていくね。平岡さんがいい発想をした時にカウントされる。何ですか、平メーター。平メーター。違うよ、サイズ測る時だけ使うメジャー的な感じ。ややこしいな、メジャーメジャーリーガーの話して、メジャーリーガーの話して、あの測りの方のメジャー、はい、確かにね。まあでも僕らの笑いは測り知れないですもんね。うまくないわ測れたね。僕も言って気づきました、うん、あ、これうまくないやつだと思いました、はい、とりあえずスマトラは終了です。はい、はい、
まあ、みんな無事で何よりでございました。はい、素晴らしい。さあ、そして今回メイン張りましたパラワン、エースとして、うん、今回の動画は正直なところで言うとこのパラワンが、主役ではあったんで、ええ、はい、まあ、このスマトラもねすごいそれ以上に大活躍してくれたんですけど、はいはい、これがね俺の中でですよ、お下手したら自己記録狙えるみたいな感じで育ってくれてた子で、はいはいはい、これがね、まあ、パラワンの、ええ、最終体重が一応参考までに、うん、まあ、僕んち、まあ、僕んちで言うと、68g かな、はい、のパラワンの幼虫が、うん、まあ、羽化してきて、ええ、それが今の自己記録なんですけど、それが何本だったんですかね。109ミリ。うわ、でかん。で、自己記録が今まで107ミリで、うん、一気に2ミリあの上がったっていう、はいはいはい、ところなんですけど、今回の子、最終体重が、はい、72g。 やばいね。そう、だから可能性あるんですよ。あるね、はい、スパエースは。そう、だから一応ね、68の子が、うん、その最終的に体重チェックした時が68で、そこからぐんと伸びてくれてた可能性はあるんですけど、なるほど。この子もね、結局暴れず、暴れたらやっぱ一気に体重落ちて、うん、結構ちっちゃくなったりするんで、はいはいはい、うん、ただ逆にその体重が落ちたことで、うん、羽化まで行けたっていう可能性もなくはないんで、まあまあまあね、何とも言えないんですけど、うん、この子はね、その暴れることなく、はい、順調にさなぎになってくれたんで、いや、あるぞ、結構期待してて、110で行くか、はい、ちょっと言っとこうかな、もう先に宣言します。自己記録超えました。超えたと、これから分かります、それがどうか、はい、あるか。うわー、これいったバージョンね。それ後で撮るから大丈夫。いや、これちょっとだいぶ楽しみだった。ようやく羽化してきて、はい、結構綺麗に羽化してきてるんじゃないかなと思うんで、はいはいはい、さあ行きましょう、パラワン行きましょう。さあ、ちなみにこれは、G0 でやって、はい、3本目まで行って、お、2022年の9月孵化ですね。しっかりそうですね、うん、だパラワンで10ヶ月で羽化してきてるって、やっぱ僕のイメージはやっぱ1年から1年3、4ヶ月のイメージだったんで、やっぱ G0 はやっぱ早いよね、はい、そう、だからずっとね F0 でやってたんですけど僕、うん、F0 でやってた時よりも3、4ヶ月やっぱ早いですね。すごいね、うん、それでだからじっくりやれた方が大きくなるかなと思ってたんですけど、うん、はいはい、G0 でパラワンも試しにやりだしたら、はい、結構その G0 の方がアベレージいいんで、サイズの、そうだよね、だから結構最近は極力 G0 でやってるって感じです、はいはい、さあ来ました、来たらしいよ。どうだろうな、ちょっと羽化して間もないんで、どうでしょうか。さあ行きます、もう僕もあんままだ見てないです。どう、さあ行きます、はいはいはい、どうだ、お、でもでかいんじゃないか、でかそう、あ、でかい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 、かなりでかそう、すごい頭、すごいかぶってるよね、おー、おー、でかいぞ、すごいわ、でかいっすよね、でかい、あ、くわ、ケツ、ケツでかいな、そっちにかなり厚みいったかもな、ね、いや、でもでかいも、でもでかいっすよ、だいぶこう、後ろ見たらやばいっすね、でかいでかい、またスマトラと違ってね、顎がシュッと伸びて、うん、かっこいいんすよ、いや、これね確かにスッといってるもんね、うん、やっぱこういう違いがあるんやね、そうですね、やっぱパラワンはやっぱその分でかさにいくんかな、今自己、レコードが113とかかな、いや110いけてるかどうか、どうだ、でもだいぶでかいですよ、100はいった、まあ、ただね今回スマトラがね、うん、その90前半だったんで、そう、目のね大きく見えてるのもあるかもしれない、あるある、100、いや6、いやでも100は間違いなくいってます。ちなみに黒目なんですけど、この子は、はい、赤目が109ミリで、おぉ、いったんですよ、で、すごいね、そう、ここ結構赤目がね、大きくなってるんで、へぇ、赤目もサイズも楽しみなんですけど、今後も、はい、黒目の方は107ミリがマックスなんで、さあ、まあ一応参考、まあ一応参考記録ですけど、はいはいはい、黒目で言うと107超えてくれてたら嬉しいなっていう、いやでもあるんじゃない、でも全然あると思う、可能性はあるよね、ちょっと測ってみましょう、さあ、まあ、まだね赤いんでね、もうちょっと縮むかもしれないですけど、とりあえず参考でね、はい、あくまでも、さあどうだ、あ、でもいいんじゃない、どないでしやろか、わ、なんかめちゃくちゃ西になった、うん、どないでしやろ、面白いか、ここか、はい、来ました、来た、結果、はい、100 106.3、106.3、自己記録には3ミリ届かなかった。いや、黒目で言うとね 0.7 ミリ超えず、惜しかったね、うん、
でもでかいっすね、うん、でかい、まあ、でかいはでかかったもん、うん、やっぱ105を超えてくるとやっぱ迫力出ますね一気に、うん、まあでかいわもうパッと見てわかるねそうですねあ、うん、でもまあ惜しくも惜しくも、ね、いかずではございましたが、はい、綺麗に浮かしてきてくれてよかったですねそうねうん、うんやっぱちょっとなんかねそうやっぱ体重が重いとやっぱこう、うん、サナギから成虫になってこう起き上がるとかが、はい、まあ軽い子たちよりも通常の子よりもちょっと大変になるんで、うんはいはいはい、起き上がるタイミングの時に起き上がれずに羽が、うん、あの伸ばしきれないとか、起き上がろうとした時に起き上がれずにそこで、もうドタバタ動いちゃって体力消耗して星になるとかもあったりするんで、はいはいはいそういった部分でいうと綺麗に浮かしてきてくれて綺麗にねだいぶ良かったですいやー良かったいや大きかったねいや大きいですねうん立派ですかなりの、うん、そうまた自己記録にはいかなかったけどはいでも結果的にまあひとまず終了になりますはい、はい、いやー素晴らしい、うん、みんな綺麗に浮かしてきました元気そうで良かった良、うん、かったですで今回でいうとまあ2300の初陣の子たちって感じにはなったんですけど、はいはいまあ、そんなに気にはならなかったですね、その3200の時に比べてどうこうとかはなかったんで、なるほど、うん、2300でいいかなとは思うかな、はいうん、3200の時とよりも例えば禁止便の本数が、うん1、2本増えるとかなると3200の方がまだいいかなとか、その値段的には、はいはい、そこでじっくり行ってもらって、うん、3本目で浮かしてもらった方がいいかなとは思ったんですけどトータルで言うと今んとこ、まあ、3本行って3本なんで、はい、そこで言うと今までよりもちょっと値段抑えられるし、うんまあ、順調に浮かしてきてくれるしそうね、うん、あと3200の時と2300の時だと僕の中でのやっぱもうちょい食ってから次の交換しようみたいなのを3200だとやっぱ思っちゃうんで、ね、ちょっともったいない高い分、はい、っていう、まあ、こっち側のね、うん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 、こっちサイドの事情で、はい、もうちょっと粘ってくれでそこで暴れちゃうみたいなこともあったりするんですけ ど2300だともう変えようって、うん、そこでもうパッと変えようってなれるんでああ全部違うねそれはそうですねだからそこの部分でいうと2300で今後もやってって問題なさそうかなっていう結果になりましたはい、はい、いや大事なことですねそれはそうですねだからまあもっと異様に大きい子とかが現れたら、うん、そういう子は3200の方がいいとかあるかもしれないですけど、はい、今のところは問題ないかないやいい感じでしたね、うん、72g で大きかった子も、うん、今日暴れずに今まで行ってくれたし、はいはいええうん、まああとはまあその個体次第もあったりはするかもしれないですけど、うんうんうん、ですねはい、はい、いや良かったですいや良かったですね、はい、あ書いてなかった106か106 106.3 さあもうでもパラワンも僕が小さい頃100何ミリだったっけなレコード多分107ミリとかお多分そんぐらいだったんですけどじゃあもうレコードぐらいねその当時のそうですねまあそれがいつ頃かも忘れたんですけど、うん、今じゃもうそっからぐんぐん上がってだから110超えたいですね今年いやー見たいねうん一つの壁ではあるもんなそこはそうですねだから赤目のパラワンが、うん、まあその動画上で測った時は 109.9 だったんですよ。うわもうやん。もう、うん、もうだったんですけど、まあ結果的にその時浮かしたてで、ああなるほど、うん。ちょっと縮んで 109.3 かな、はいはい、って感じにはなったんですけど、もうあと110も目の前まで来たんで。目前やね。目前。本当にもう4年と言わないか、もう5、6年ぐらい前に107を出してから、うんずっと自己記録超えられてなかったんで、はいはい、本当にこの家に引っ越した意味があった結果になったんで、はい、いやすごいねで今回もパラワンは順調でいい感じ今年でギネス出すと言ってらっしゃるので言ってないです、はい、皆さん応援しましょうそこじゃないんで僕はあ、はい、違いましたみんなと一緒に楽しくクワガタカブトムシを見るおって言ってますはいなんでまあでもビークワには乗りたいですよね乗ったらかっこいいよね、はい、白つくよ確かにでもレコードのなんかレコードの子が出たら飯島店長に正式に測っ、無視者に送ってレコードサイズのが申請の時って、はいはいはい、無視者に送って、無視者で正式に測ってもらって、はいはい、そこで結果が出るみたいな感じなんですけどすごいね、うん、それを飯島店長に直接持ってって測ってもらいたいですよねいやすごいよね、うんまあ、パラワンとかで出せたらめちゃくちゃ嬉しいけどないやそうね最大をこう結構ね多分そうですねみんな頑張ってる週のとこやんなそうですね人気どころの人気どころですね飼育者数みたいなのが、まあ、一応、うん ABC みたいな感じの表記で、はい
書かれてるリストみたいなのあるんですけど、毎回そのレコードの時って、はいはいはい、まあ、ビークワっていうあの虫社が出してる本があって、そこの、まあ、レコード歴代のレコードがバッて表にまとめられてるんですけど、はいはい、そこの中に、まあ、飼育者数みたいな、うん、欄があって、パラワンもスマトラも S ですかね。おお、だからまあ本当に多いっていうやつ。そこで出したらすごいわ。そこで出したらすごいですね。まあ無理やねんけどね。いや、そう、おいよ、そのやりちょんでんたんやったー。ああ多分殺される多分ですけど。いや、今やったつもりだったのに全然聞かなかった。これから出なかったんだ。これから多分遅れてくるから。お父さんがうわーって言ってたのあれ嘘だったんだお父さんにやってたんかいお父さん、いいお父さんだいや、でもまあそうですね、今年、まあ、まだまだパラワンもスマトラもこれから羽化し出してくるんで、はい、うん、ぜひ引き続き気になった方はチャンネル登録して待ってもらえたら嬉しいです。お願いします。平岡さん的にはどうでした？いやー、マジ久しぶりに見たからね。そうっすよね、多分ね、結構久しぶりよ、はいはいはい、やっぱカブトムシの方がね、僕は、はい、見させていただけないことが多いので。ああ、まあまあね、うん、ヘラクレスとかね、そっち系が多いですもんね。そうなんです、あんまり見るなって言われてるんですけど、うん、そんなことないですよ。いや、そう、エイリアン2とかじゃないんですよ、これその子供見ちゃダメだよみたいなやつじゃないんで。じゃないか、はい、あ、いや、でもだから久しぶりに見ると迫力あるね。あ、まあそうですね、ヘラクレスとかとはまた違う迫力ですよね。強そう、なんていうのかな、確かに屈強な感じ、はいはいはい、詰まってるあの感じ、はいはいはい、あれがね、確かにな、いいね。なんて表現すればいいんですかね。なんかヘラクレスとかってなんか騎士、ナイト感のある強さじゃないですか。そう、だからどっちかというとね、はい、ドワーフドワーフドワーフですね。ああ、でもドワーフでもないな。まあだからスマトラとかパラワンとかって結構なんだよ斧で戦いそうやね。まあ確かに分かる。はいはい、だからパワータイプの、パワータイプやね、はいはい、スピードじゃなくてパワーの斧でやる系やねんな。確かにそっち系の雰囲気ですよね。あの感じがね、確かにね、かっこいいですね、うん、だからまあ平岡さんとね、まあ、特にスマトラの方ですけど、ええ、自己記録更新したみたいなのを取れたらなとは思うんで、いや、ぜひぜひ、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします、はい。で、概要欄に、僕が出させてもらってる飼育本も、購入リンク貼ってたりとか、はい、またちょっと概要欄一新してまして、実は、そこで、まあ、プレゼントの、届け先みたいなのが変更になったりとか、はい、まあ、もろもろあったりするんで、よかったら概要欄も覗いてみてください。お願いします、はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。